テマツアナヘレテマツアナヘレの分子部。種マフタと同様、様々な植物が繁茂する。テマツアナヘレは、ニュージーランド北島のワイポーア森林保護区にある、カウリアガチス・オーストラリスの巨木である。テマツアナヘレは、マオリ語で、森の父を意味する。体積と樹高は近くに立つ種、マフタに及ばないが、幹周りはこれをしのぐ16メートルの太さがある。 これはおそらく南半球で最も太い樹木であろうと言われている。樹齢は定かではないが、2000年近いと推測されている。種は蓋と同様、この木はかつて、オークランド半島に広がっていた、亜熱帯雨林の木々の残りである。手松穴ヘで詳細なサイズは、以下の通り。この眼見なる、フロラの象徴は、2007年7月に、北島を襲った強烈な冬の嵐によって、 大枝の一つが折れるという深刻な損傷を受けた。このダメージにより、木の寿命は300年ほど縮まってしまっただろうと、言われている。手松アンハーウォーク、デパートメント・オブ・コンサーベーション、ハット・ストーム・テイクス・ハート・オブ・フォレスト・キング、ニュージーランド・ヘラルド、フライデー・ジュライ13-2007、ありがとうございます。